皆さんこんにちは、谷正樹です。今回は右足の使い方を説明していきたいと思います。で、まず右足ですね。重要なポイント、まず1つ目、右の膝のこのお皿ありますね、お皿の位置や向きっていうのをまずは変えないようなイメージにしてもらいたいなと。で、どういうことかというと、この右膝がこうやって位置がずれる、いわゆるスウェーになりやすいですね。こういう上げ方、まず位置を変えないことによってスウェーがなくなっていって、右の股関節も非常にうまく入りやすくなります。で、あとはこのお皿の向きを、位置が変わらなくてもちょっとこういう風にあんまり向きがこう右側を、お皿の向きが右側を向いていってしまうと、ちょっと腰が引けていくような感じになって力が伝わりづらい。だから、後方から見ていった時に右の膝というのが角度、まあ、ある程度ちょっと曲げてますよね。でこの曲げた角度が当然だから極力変わらない方がいいですよ。膝の向きが、角度が変わらない。でこの角度が変わらないことによって、言ってみればこう傾斜地とか打ちやすくなっていったりとか、当然平らなところでも、ミート率がやっぱ良くなってくると思います。でトップまではいわゆるこう不動のね右足になるわけですよね。でダウンスイングからは左の膝がぐーっとこう曲がっていった動作から、さらにこう踏み込む動きを持ってきますよね。左膝が曲がって、でその時に右の膝も当然ちょっと左にこうやってついていくわけですね。で左の膝が伸びる動き、いわゆる回転させるために伸びる動きと同時に、右膝も腰を回転させるために右膝もうまく回転するような作業をしているかもしれないです。つまりお皿の向きがダウンスイングと同時に向き的にいくと左下の方を向くぐらいの感じですよね。当然インパクトの時に初めあった膝の高さがインパクトの時はちょっと右膝がこう下がるわけですから、下がることによって腰の回転もこう助長できるわけですね。でそうすると、こう内転筋とかもギュッとこう使いやすくなってくるんで、非常にこの曲げて少し曲げながら回転させるっていうのは重要な、使い方かな、かなと。で、右の足首の使い方もダウンスイングから少し、右の、母指球とか親指のこの側面ですね、外側の側面にクラッとこう、なんて言ったらいいのかな、吸い付くっていうか、地面にこう、なんかグリップさせてる感じっていうんですかね、させるような感じで使っていくと回転がよりスムーズになって足の使い方が綺麗に動きやすいです。それがダウンスイングでいきなりこう使っちゃうと、つま先でこうなんかこう踏みつけるような感じで使っていっちゃうと、回転の仕方が非常に良くなくなる、体が使い方が変わってきちゃう。で、右膝を寄せてくる、回転させて寄せてくる動作もすごく僕はおすすめしたいんですけれども、ダウンスイングから踏み込んでいった動作をこう少しこう伸ばしていく動作、これも全然ありです。だから、感じとして伸ばしていく作業になっていくと、ちょっとフィニッシュで意外と負担がかかりやすいんで、柔軟性がある人とか、まあ、ちょっとジャンピングっぽいスイングを、憧れている人とかっていうのは、一回踏み込んでいったものを伸ばしていく動作にすると、まあ、最近のスイングっぽくなるし、右膝を少し左の方に寄せていって使ってくると、少しこう華麗な感じ、
滑らかなしなやかな感じのスイングにもなってるし、これはパンチでパーってこう振ってる感じの、スイングが憧れるのか好きなのか、もしくは、ちょっと滑らかな感じでしなやかに振ってくるスイングが好きなのかによって右膝の使い方は覚え方が変わってくるんだなというふうに思います。ですから、膝の使い方、右足の使い方ももちろん、重要なのは球を遠くに飛ばすために腰を使っていかなきゃいけない。そのために左足同様右足も腰を回転させる作業をするために足を使っていくというふうに思います。間違ってもボールの方向に足を使わないで蹴るようないますよね。こうやって上げてきてなんかこうやって足これ蹴るんじゃないかなっていうようなお使い方の人、こう使わないようにしていきたいなと。ダウンスイングで膝が寄っていく感じなのか、バーッと伸ばして打っていくのか、これはもうそれぞれ好きなスイングのタイプによってさっきも言いましたが変わってくると思います。ぜひ参考にしてみてください。皆様ご視聴ありがとうございました。できれば、チャンネル登録や、いいねボタン押していただけると助かります。それから、コメントなど、いただければ、そのコメントにお答えしていこうかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。